このカリッとか、これ大事です。紅生姜。どうも、アルチューカラカラです。ということで、私はもう無理になってきたので4本目ですよ、もう。もう全てをこれで忘れたい。忘れるために私は締めの料理を作っていきたい。それは何かと言いますと、とにかく締めに合う料理を作っていきたいです。リュウジのバズレシピ。それでは材料紹介いきます。キャベツ 30g ぐらい、1枚ぐらいですね。そして鶏もも肉が 120g です。あとご飯です。うん、あとはもう調味料はもう概要欄に載ってるでしょ。スタッフかなとかやってくれるでしょ。僕はもう締めに入って、もう早く締めさせて。はい、それでは早速切っていきたいと思います。キャベツを切っていきます。キャベツはね、こっちに入れましょう。これね、一口のね、カツサイズにね、この鶏肉を切っていく。塩コショウで、今回はね、衣をつけたりしない。片栗粉でカラッと揚げることによって、まあまるでカツのような食感をね、カリッとしたカツのような食感を作り出していくっていう、そういう演出だと思う。片栗粉をこうやってまぶすことによって、これね、鶏肉がね、カリッと仕上がって、まるでもうチキンカツ丼食ってるような感じになるという、すごいレシピです。そしてから焼きに入っていく。そしたらね、この砂糖のご飯はね、まず温めようと。そしたら、ここね、油大さじ1。そしたら強めの中火にして鶏肉を揚げていきます。はい、こんな感じでいきましょう。ここでカリッと揚げるような感じでやっていくのがカツの近道。塩コショウして片栗粉を振ると、ここでカリッとなるんですよ。これがね、このカリッと感、これ大事です。そしたら形を整えていきます。取れてる？取れてる？そしたら、こいつをキャベツを下に行きます。で、できるだけ鶏肉がカリッと仕上がります。そしたら、こいつはね、これカラッと揚がったじゃないですか。そしたら、もう油切ってご飯に乗せちゃう。ここに、うずめていくんですよ、鶏肉をね。そしたら、ここにですね、ソースを作っていきます。大さじ1のウスターソース、そして醤油が小さじ2、そしてみりんが小さじ1です。これ黄金比です。この黄金比を守ってください。そして味の素です。これね、2振りです。そしてここにお砂糖でございます。ちゅうか、小さじ3分の2、これぐらいですね。これぐらい、これで甘みをつけていく。そしてブルーが 5g です。で、こいつを沸かしていく。これね、煮詰めてアルコール飛ばしていく。アルコール飛ばしていい具合のとろみになったら、このソースカツをね、かけていくんです。ちょっととろみついてくるよ。ほら、これブクブクのとろみがついてきたら、そしたら、これ、ね、とろっとろになったこのとろがあるじゃないですか。これがね、ご飯にね、超合うんですよ、これ。皆さん、したらそこに小ネギでしょ。小ネギ真ん中にかけます。はい、紅生姜、オッケー。ということで、これで揚げてないのにまるでチキンソースのカツ丼ができました。それでは出川さんでいただきたいと思います。いただきます。今日はビールでいいですか。いや、札幌になっていきます。じゃあいただきますよ。キャベツと一緒に、このあタレが染みて、このご飯、こ
これ最高にうまいね。パリッと焼けた鶏肉もそうだけど、ソースがめっちゃうまい。バターの風味の効いたこのソースが最高。だからウスターだけじゃないんですよ、お醤油とみりんと甘みが加わって、それがこの鶏肉のうまさをものすごい引き立ててくれる。そしてこれアルナグレーション、もうこれマヨネーズでしょ。マヨネーズは世界を救うんですよ。キリアとの向こうへ。本当に魔法の調味料。もうちょっと外してこれ。はい、ということで、うめえ、これほんとうまい。ということで皆さん、とんでもないこのソースチキンがもうものすごいね美味しいので、ぜひ皆さんやってください。それでは材料紹介いきます。まず僕です。酔っ払いを1人用意しますね。そして酔っ払いに与えるこのストロング的なやつを用意してください。レモンサワーというか。そしてあとはお好みの食材を用意してください。